こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。まずは今週のマーケットを振り返ります。今野記者です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今日は寒いですね。寒いですね、はい。東京は一番の今年一番の寒さらしいですけどね。今年はっていうか今シーズンの一番の寒さみたいですが、で相場は寒いかっていうとなんかよく分かんないですよね。分かんないです。決して暖かくはないんだけどそんなに冷えてるわけでもないし、まあ、アメリカは最高値ですしね。そうなんですよ、過去最高値。そう、最新数揃って最高値ということで、はい、昨日はね、終わってまして、そう考えるとで日経平均もなんだかんだ言って、まあ、2万4000円近い水準維持してますんで、はい、まあ、戻しましたんでね、今週ね、はい、だいぶね、ですからそんなに相場冷えてるわけではないんですが、でもなんかよく分かんないですよね。分かんないです。そう、上げたり下げたりというか、下げたり上げたりと言いますか、はい。で分かんなくなるような不透明要因も多すぎるっていう環境なんですかね。ね、もちろん新型中でもね、やっぱりそれが一番ですよね。なんつってもね、その前にやっぱり言っときましょうね。今日は何フライデーか先にこの間忘れかけましたんでね。そうですね、そう、先に言っとかないと。すごく申し訳ないんですけど、そのまんまやっぱり分かんないフライデー、もう分かんないフライデー、分かんないフライデーね、さっきよく分かんないって言ってましたもんね。そうそう、よく分かんないです。そうそうそう、あのいろいろ先のこと、策を浪するよりそれストレートに、分からないといえば分からない、確かにね。分からない。で私はね、なんか見てたらね、せめぎ合いフライデーとかどう。せめぎ合いっていうのは、せめぎ合いっていうのはね、つまり、はい、あの実体経済とかその中、その、新型肺炎の問題とか考えたら、はい、そうですね、中国の工場もね、いつまで止まるか分からない、はい、でまあとりあえず来週1週間延ばしたのかな、いろいろ言われててね。でもまあ来週でもおそらく無理だ、再来週に延ばしてもそれでもどうかと、いまだに患者数がね、ご存知のようにどんどん増え続けていると、死者数もそうですという状況で、まだ全然先が見えない、はい、生産再開がいつになるのか、サプライチェーンがどうなるのかということを考えれば、企業業績だって良くなるはずはないですもんね。それを考えたらなかなか楽観的にはなれないんだけれども、ただ一方でそれを政府あるいはまあ中央銀行もそうかな、政策当局が黙って見てるわけもないでしょうと、はい、いうことですよね。そうですね。だからそれに対してやっぱり何らかの手を打つでしょう。特に金融政策の面で言えば、FRB なんかもいずれ金融緩和するかもしれないし、悪くなればね、中国ももう追加の金融緩和っていう話もありますよね、はい、短期の資金供給はもうやってます、人民銀行はね、大量にね。でそれで、だいぶ金融市場なんかも落ち着いたという面もあるし、だから実体経済を冷静に考えれば先非常に厳しいんだけども、当然そのままじゃないわけで、当局が何らかの手を打つことによってそれをどれだけ押し戻せるのかというところで、それが攻めに合っているというかな。だから相場も悲観的になればどんどん下げそうな、企業業績も悪くなりそうには思うんですが、ただそのまま自然体ではないでしょう。それに対してどういった対策が出てくるのか、それがちょっとどのぐらい押し戻る、そのせめぎ合いというか綱引きと言ってもいいですけどね、なんかそんな相場かなというふうにも見ますが。なるほど、綱引きっていうのは分かりやすいですね。だからそのせめぎ合いだと思うんですよ。その実体面の悪化に対して政策対応がどのぐらい、ね、だから政策期待って言うじゃないですか、はい、昨日あたりでも上がったのも中国が何らかの対策を打つんじゃないかとか、あるいは昨日あたり新興国なんかもだいぶここに来てまた利下げがね、増えてきてまして、すで、に昨日はもうフィリピンも利下げしたのかな、その前はタイも しましたよね。これは予想外の利下げ、ブラジルはまあ予想通りかな、でブラジルも利下げ、ということで新興国はもう早く手を打ち始めていると、利下げして始めているということですし、アメリカなんかも FRB いずれやはり年内何回かね、1回か2回かまた利下げするんじゃないかというのをマーケットは織り込んでいる状況ですから、はい、そのあたり考えると、まあ、そんなに悲観的にならなくてもいいのかなと。だからその肺炎の問題がある程度先が見えて、はい、収束に向かうという道筋が見えてくれば意外に株上がるかもしれないなっていうふうにも、そう考えればですよ、はい、そこまで考えてる方もいますね。ただそこまではまだ見えないんで、収束がまだ見えない、でなんてもやっぱりその新型肺炎の問題がいまだにどんどん広がっているという現状が、どこでやっぱり落ち着いてくるのか、先がなんとなくでもあって見通せるのかというところですよね。ただ新型肺炎、これ致死率、亡くなって、かかって感染して、ね、亡くなる致死率が 3% ぐらいって言われてましたよね、はい、ましたっていうか、はい、ますよね、はい、で、SARS なんかよりはだいぶ低いと 10% ぐらいですもんね、 SARS はね。だから人によってはそんなに致死率高いんじゃないから心配しなくていいんじゃないかっていう人もいるし、あるいはこれ 3% っていうのもだいぶ実際よりは高いんじゃないかっていう見立てもありますよね、はい、本当はもっと少ないだろうと。であるいは日本なんかでみたいにちゃんと治療すれば、ベッドにちゃんと寝かしてあげて、あれ要はほとんど亡くなってる方って後遺症でしょ、はい、であれ後遺症ってだからもう人手が足りなくて、医療従事者なんかも足りなくて、ベッドも足りなくて、要は相当ほっとかれてる人っては多いはずなんですよ、かなり。
でそういう方が亡くなってるんであって、おそらくちゃんと治療して普通にインフルエンザみたいに例えば注射する何らかの薬飲むとか、うん、ちゃんと対応してベッドに安静にすればおそらく治る確率、おそらく致死率ってもっともっと低いんだと思います、実質はね、うんうん、でその湖北省で人手が回らなくてほっとろかしておいて結局亡くなっちゃってるっていうパターンがおそらく多いと推測するので、実際はもう 3% なんかじゃなくてもっともっと低いんだと思うんですよ、致死率ってね。だからじゃあ問題はそこからで、はい、じゃあ致死率が低いから例えば 0.何% だから大丈夫安心だよっていう人も、安心っていうかそんなに心配しなくていいっていう人もいるんだけれども、じゃあ致死率が 0.1% だったらかかってもいいのかっていう話ですよね。これも嫌ですよね。だって隔離されて、まあ実質隔離ですよね、これで2週間も3週間もベッドに寝せかせられて誰もなりたくないでしょ。致死率がじゃあ 10% だったら嫌で 0.1% だったらいいかというとそんなことはないですよね。誰だってかかりたくない、はい、だからこれ致死率が、ね、低いから別に安心だとか大丈夫だっていう変な楽観論みたいなのはやめた方がいいと私は個人的には思いますけれども、ただそれすらもまあ実態がまだ見えないっていうんでね。そうなんですよね。だからそこが今一番の問題なんだと思いますけれども、で結局今週もまあそれに振らされたっていうか、ね、結局大きく、まあ、先週が下げたんでね、先々週もそうです。で結局今週1週間通してみると日経平均622円高、はいはい、622円28銭高。そう、先週がね622円安だったんですよ。あ、そうか、先週の覚えてないでしょ。あ、そうなんですね。1週間そうかそうか、そう、丸々1週間で先週622円安で今週は622円高でした。ということで週間ベースで見るとですね、うん、たまたまですけどね、はい、線のところまでいくとちょっと違うんですよ。円だけで見ると622円ずつ一緒で、はい、そういう意味ではまあ先週と今週で1週間ベースで見ると行ってこいだったという日経平均の動きにはなってるんですが、まあ、先週あたりだいぶ悲観的な、ね、ムードが広がったというところもありますし、ただ、まあ、繰り返しになりますが一方でアメリカがとにかく強いんでね。そう、これはだから言ってみればさっきの話に戻りますけど、アメリカなんかでも感染者は出てるんですけど、はい、亡くなってないでしょ、はい、あるいは日本ももう今日も含めともう62人感染者がね、クルーズ船の方も含めてで 3% だとすれば単純計算したら2人ぐらい亡くなっててもおかしくないっていう計算が成り立つじゃないですか本来。でも重症者もほとんどいないでしょ、日本なんかだとね。62人出たって言ってて、はい、重症化されてる人というのは1人いたのかな、いたかとかいないとかっていう話でほとんどそんな話はないですもんね。だからちゃんと治療すればおそらくそんなに重症化したり亡くなったりするっていう病気ではおそらくないんだろうけれども、でも隔離されるのは嫌ですもんね。やっぱりかかりたくないんで誰でもね。だからそう考えると今のその感染一方ででも感染力は相当強いですよね、はい、そうですね。だから今回のそのクルーズ船の例なんかでもますます感染力強いのかなっていうのもなんとなく印象も高まってますよね、はい、なおさらやっぱりこう警戒を怠らないっていうことになってきて、ますますどうなるんだろうということなんですが、で一方でその感染者数が多いか少ないかっていうのが問題ではなくて、やっぱりその実体経済とかマーケットという観点でいうと、はい、やはりサプライチェーンですよね、なんつっても中国のね、はい、でそれが経済活動という意味で、どこで、復活するのか、生産活動なんかがね、で、サプライチェーンがもし寸断されて長いことをそのままになってしまうと、世界経済にとっては相当なもうダメージは避けられないということでしょうから、それがどのあたりで見えてくるのかですよね。合わせて消費活動も個人個人が制限しちゃいますもんね、しますよね、自分にね。そうそうそう、両面でマインドがね、だんだんこう慎重になってきますもんね。そうなんですよね。だから今回も決算発表、今日が一番数的にはね、東京市場ピークの日でしたけれども、現段階でどうだっていろいろ質問は飛んでも答えられませんよね。それは企業サイドもね、見えないっていうのが本当のところですもんね。不透明でこれからどうなるか。だからいよいよもう今もう1月2月の中旬にもうすぐなってきますから、もう来期ですもんね、はい、市場の目あるいは各企業の予算なんかもね、もう来期がどうなるかっていうところを見据えて動いてるんでしょうけれども、そこがなかなか今のところ見えてこないというところで、もう一つマーケットもこう気迷い感が抜けないということになってますね。はい、そうですね、来週は1日お休みがまたありますからね。そうですね、来週は4日間の取引ですけどね。そうということになりますけどね、今晩のとりあえず雇用統計を見て、ね、はい、来週月曜日どうなるかというところですね。日本時間今晩の10時30分発表ということになっています。強い数字出るんじゃないかという見立てはあるんですけど、結構今回注目度高いですよね、雇用統計ね。そうですよね、見ておきたいところです、はい、ということで今野記者でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この後は CM を挟んで今週のゲストのご登場です。
それでは今週のゲストをご紹介いたします。ブーケドフルーレット代表の馬渕治良さんです。馬渕、はい、さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年は初登場ということでどうぞ今年もよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。その今年2020年に入りまして本当に騒がしくなっております。先ほど今野記者が話してくれた解説してくれたようにですね、やはり想定外だったんでしょうか、新型肺炎の話を含め、ね、はい、様々ありますね。はい、その想定外ということで申し上げると、はい、もう一つは年初からアメリカとイランの関係の緊張化ですね。はい、スレイマニというイランの、司令官を、アメリカ殺害したということで、うんうん、両国で軍事的な衝突が起こるのではないかという、はい、そういった憶測が出て、でどうもそれほど深刻なことにならないようだ、ならないようだと、うん、お互いに落としどころを、まあ、見つけようとしているようだということでマーケットが落ち着いたんですけども、まあ、その後先ほどお話があった新型肺炎ですね、うん、私もメールマガジンをこう毎週書いてお売りしてるんですけども、はい、まあ、そちらでは新型肺炎のことだけ言えば、うん、でその健康にとってどうかとか人命がどうかということではなくて、あくまでも株価という点でどうかということでいくと、はい、そうですね、現実問題として不安だとか大丈夫そうだということで株価は大きく振れるとは思うけども、まあ、それは一定の時期のことであって、うん、大きな流れで株価を見るためにはその実体経済とか企業収益がどうだとか、それからそれに対して株価が高すぎるのか安すぎるのかという判断が重要であって、はい、あまりこの新型肺炎騒ぎに株価という点だけでいけば振り回される必要はないだろうということを書いたんですね。なるほど。で、先週は結構株価が不安で下落して、うん、今度は不安が縮小して大きく戻ったということで、あまりこの下がった上がったという短期的な動きに惑わされるべきではないというふうに思っています。なるほど、はい、でそれと別に想定内でもう予定されていて今年起こったいろいろな大きな出来事もあって、まあ一つはアメリカと中国の間のいわゆる部分合意ですが、去年からずっと交渉していて、まあその延長線上で1月の15日に米中が正式に署名をして、で実際にアメリカが関税を一部下げるというのは2月の14日からということになってますが、中国側もそれに応じて部分的に関税を下げるということを昨日ですか発表したので、それがまあ一部株価を上げる材料にはなってますね。ただこれはもう見込まれていたことだとは言えます、はいはい、でもう一つ予定されていたことではブレクジットですね、はい、イギリスの EU 離脱ですが、一時は昨年結構合意なく離脱になってしまうだろうという懸念がありましたけども、一応大枠では EU とイギリスが合意ができて、で今のところは合意ある離脱で1月末が予定されていたタイミングなので、まあ、1月末にそのまま離脱をしたという形ですね。はい、そうやってこう想定内想定外の出来事がある中なんですけれども、はい、国際情勢を見渡しますと、はい、どうでしょう、これから先注目点というとどのようなあたりになりますか。そうですね、今年1年展望するということになると、はい、引き続きアメリカの政治政策が注目をされると思います。で、一つは11月に大統領選挙がありますので、うん、はい、その行方を見ようということだと思うんですね、うん、結局どうなりますかというと、現状だとトランプ大統領が再選される可能性が高いとは思いますけども、はい、ただ必ずそうなると決まっているわけではないですし、うん、一方の民主党の候補は誰になるのかっていうのもこう不透明ですよね。そうですね、まだね。で、中道派の方たちが最終候補になるのか、はい、それとも比較的社会主義的な政策、まあ、例えば貧富の格差を解消するとか、うん、それから、止める人がもっと止めるようになっている一つの要因として、はい、証券運用で儲かっているという、まあ、それが正しいかどうかは別としてそういった印象が強いので、そういった社会主義的な方が最終候補になると、もしそういう方が最終的に大統領になった場合に、うん、富裕層に対して税金を多くかけるとか、うん、証券市場にとってはとても辛いシナリオを考えると、キャピタルゲイン課税を強化するとか配当課税を強化するというところまで心配する恐れはあるので、はい、まあ、そういった形で民主党の最終候補が誰になるかと、最終的なその、大統領選挙の勝者が誰になるかというところは、まあ、その前に結果が出る前の憶測でちょっとマーケットが撹乱される可能性はありますね。こうマーケットに踏み込みそうな候補者になるかどうかということですよね。悪い意味で踏み込む人になるかどうかですね。それともそうではない人なのかということはありますね。なのかというところによって、それによってこう一喜一憂するんでしょうね。そうですね、はい、まあ、逆に言うと、もしかすると米中間の通商交渉をもうちょっとソフトなものにしようって言ってる方も
民主党の候補者の中でいるので、はい、あの米中関係が改善するんじゃないかっていうポジティブな期待が途中で出る可能性もありますから、必ずしも不透明で悪い話ばかりではないと思いますけど、ないということですね。その辺り通商政策ということになるかと思うんですけれども、はいはい、でトランプ政権があの、はい、今年はもちろん11月まで継続しますし、うんはい、その先も再選されるということになるとトランプ政権の政策がどうなるのかということですが、はい、こちらの方はあんまり期待は米中間できないと思うんですね。で一つはもう部分合意が結ばれたわけですが、うん、部分合意の一番主要なところは中国がアメリカからいっぱい物を買いますよと、まあ、輸入を 1.5 倍にするとか2倍にするとかいう形なんですけど、はい、ただ経済が 1.5 倍になれば楽に 1.5 倍買えますが、なかなか、まあ、新型肺炎の問題はなかったとしても、はい、あのそんなに急に輸入を急増させるってとても難しいと思うんですね。だから部分合意自体がちゃんと成立するかどうかっていうところも怪しい上に、はい、その次の第2弾を交渉を始めるとは米中とも言ってはいますけど、いろいろ根本的な隔たりが大きいので、例えば中国政府が企業に対して出す補助金とかですね、いろいろ米中間で合意できないところが多いので、僕は第2弾ってほとんどないと思うんですね。ああ、そうですか。そうすると米中の通商交渉の進展が株価の好材料になるっていうのはもう終わりではないかなというふうに考えています。そうですか。その点チャートを含めながらアメリカの株価と対外通商政策というところでご用意いただいてますね、はいはい、実は大統領選挙に向かって、はい、トランプ政権が株価を上げ続けるという方もいるんですけども、ただこのグラフは、近年の2018年初めからのニューヨークダウの動きと、はい、資格の中で短い文章で書いているのは、何年何月何日に関税を上げるよというような厳しいことを発表したかですね。関税引き上げを実施した日ではなくて、はい、いついつから上げますよということを正式決定して発表した日のところに丸をつけて何をやったかって書いてるんですけども、はい、見ると当時の株価が高い時に厳しいことを言ってるんですね、はい、あ、そうなんですね。つまり株価は高い方がいいんだけど、もともと高いものをどんどん上げ続ける必要はなくて、高いのであればむしろ強硬なことを言って下振れしても、まあ、乗り代というか余裕があると。で一方で中国に対して反感を持っている方の比率が、はい、いろんな世論調査で上がっちゃってるんですね。ただ民主党の支持者の中でも共和党の支持者の中でも上がっていて、したがってトランプ政権としては中国を叩くことが票になる可能性があるということですね。そうすると株価が高いのであれば少し株価を犠牲にしても中国叩きの方で支持率を上げようということが実際に過去は行われてきたので。ああ、そうです。今史上最高値圏ですから。そうですよね。そうすると今後は中国に対して厳しいことをするとか、中国だけではなくてダボス会議にトランプさん言ってましたけども、はい、そこで中国とかインドが WTO 国際貿易機構で、途上国扱いされていると。途上国という分類になると先進国に課す関税より低くていいという特権関税です。まあ、そういったような恩恵があるんですね。そうなんですね。でそれはずるいよねということで WTO に中国とかインドを途上国扱いから外せという話をインドもトランプさんもしたらしくて、まあ、そういうことも起こるリスクがありますし、ヨーロッパの間でもお前ら交渉にちゃんと応じないと自動車の関税上げてやるからなみたいなことをやっぱりダボス会議では言ってるのでなるほど。だから中国のみならずいろんな国に対してトランプさんが大砲をぶっ放すという恐れはあるのかなというふうに思いますね。株価を見てそのタイミングっていうのも測っていった方がいいですね、私たち見ていく上でね。そうですね。だから大統領選挙に向かってまっすぐ株価は上がるとは思わない方がいいと思います。ということですね、はい、そうした中なんですけれども、まあ、世界経済2020年今後の動向と、まあ、株価ですね、どのように見通していらっしゃいますでしょうか。ちょっと慎重に見てまして、うん、まず一番株式市場で大きなマーケットのアメリカですが、はい、もう株価高すぎますね。で SP500 の予想 PR、はい、予想利益が計算された PR を見ると、うん、最近新型肺炎騒ぎで1回下振れはしてるんですけども、はい、その直前の1月24日に終わる1週間は 18.6 倍なんですね。で前回ピークをつけたのが 18.7 倍、はい、これは2018年の1月の下旬で、このあと2018年の2月以降の大幅な株価調整に入っていきますので、それにかなり近いところにいるんですね。まあ、18.6 とか 18.7 が絶対に天井だという保証はないんですけども、はい、もう買われすぎの株価が調整に入るということはアメリカはあるのかなと思います、はい、でこんなに高くてもいいんだっていう人もいるんですけど、はい、でこんなに高くてもいいんだっていうことをおっしゃってる方に主に2つあって、1つはさっき申し上げた
大統領選挙に向かって株を上げ続けるんだから高すぎたってずっと上げるという話ですね、はい、それはさっきお勧めしたように間違いだと思ってるんですが、もう一つは年金がお金をまいて金余りになってるから、だから株が上がっていいんだっていうことを言ってます、はい、で一部の方が隠れ QE4 だと言っていて、そういう意見も出てますよね、はい、昨年銀行同士でお金が足りないので短期にが跳ね上がるって事件があって、これはまずいのでということで連銀がお金を供給したんですね。でこれは連銀は QE4 ではありませんと言ってるんですけど、はい、量的緩和第4弾じゃないって言ってるんですけど、はい、マーケットはそれは嘘だ実は QE4 なんだって決めつけて株価が上がってるんですね。なるほど。では実際金余りになってるかということで、はい、マネタリーベースという統計がありまして、実際を見てみるということですね、はい、これは実際の中央銀行がまいたお金が結果としてどのくらいあるかということを測ってるんですね、はい、で12月一番右側はなんとかプラスになったんですけど、プラス 0.8%前年比でそれしか伸びてませんし、はい、11月までずっとマイナスだったんですね。つまり全然金余りにはなっていないというのが事実です。なぜこうなってしまったかというと、連銀がお金を供給してますけど足りない分を供給しているわけですから、足りない分を打ち消しているだけですから金余りにはなってないんですね。じゃあみんなが金余りって言ったら何かというと間違いです。そうですか。間違って株価が上がっているので、思い込みですね。そこに気がつくと株価は落ちるだろうと思います。ただ今金山になってるんだと信じ切って株を買ってる人が多いので、はい、多数派が勝つのでそれで株価が上がってますけど、だんだんそれが、負けの皮が剥げてくるとアメリカ株が下がって、アメリカが下がるとやはり米ドル安円高になる恐れがあると思います。そうした環境、そしてアメリカの影響をやはり受ける、はい、日本に目を移しますと、はい、日本の経済もちょっと嫌だなというか、はい、悪いなという感じで見てまして、一つは製造業なんですけども、はい、生産がとても落ちています。で、例えば鉱工業生産のレベルですね、水準グラフをお持ちしてるんですけども、はい、これをご覧いただくと実線が生産水準ですが、右の方で大きく落ちています、はい、でいろんな方がこれは10月に台風が来たからだとか言ってるんですけど、はい、じゃあ11月から一気に戻ったかというと戻ってないので、一番右が12月なんです。でもっと気になるのは在庫のグラフも入れてますが、はい、点線ですね、はい、在庫の水準高いんですね。つまり生産が落ちてるんだけど同時並行的に売れ行きも落ちてるので在庫が減らない、減らないんですね。だ非常にメーカーは厳しい状況ですし、じゃあ非製造業はどうか。で非製造業いろいろありますけども、消費者向けの小売とかサービスとか外食があって、それは雇用が良ければ、はい、お金が入ってきますから、お金を小売店とかそれから外食のレストランで使ってくれると期待できるんですね。ただ雇用も結構怪しくなってまして、はい、例えば有効求人倍率という統計があります、はい、これはハローワークに企業が人が欲しいよって出すのが求人 で、うん、で職が欲しいと来る人が求職になるんですね、はい、でその、グラフを出していただくと割合ですよね、はい、求人数を求職数で割ったものなんですね、うん、はい、でこのグラフが上に行くっていうのは人が欲しいと言ってる企業の方が多いわけですから、それで失業者が少ないわけですから、はい、景気が強いと判断されるんですけども、うん、でこの有効求人倍率と景気は関係が深いと言われていて、例外の時もあるんですけど、丸がついてるのは景気の山、景気が一番良くてそこから先景気後退に入ったところなんですね。でこのグラフのピークがだいたい景気の山になることが多くて、例外もありますが、で直近ではピークアウトしているの で、 そうです、ね、実はその経験則から言うともう景気が後退に入ってしまっている恐れがあるんですね。からもう一つやはり求人関係のデータを持ってきてるんですけども、新規ですね、はい、これは毎月毎月新しくハローワークに人が欲しいというふうに、企業が登録した数です、うん、で、過去はIT バブルの崩壊の2001年とかリーマンショックの2009年に大きく求人が減ったんですが、直近も減ってるんですね、うん、だから人手不足だと言われてますけども、で製造業中心ではあるんですが、企業はちょっともう採用してるどこじゃないですよねっていうことになり始めてるの で、それは表面化してませんけど、はい、いずれ雇用が悪化をしてそれが消費に影響を与える恐れがあるので、輸出製造業もダメだし内需非製造業もダメだと、ちょっと日本の経済残念ながら厳しいなという感じはありますね。そうですか。そうやって冷静に分析していただく
たわけですけども、はい、とはいえどうしても期待を寄せてしまうのはもう今年はね東京オリンピックの年ですし、はいはい、まあ、新型肺炎の問題はね懸念事項としてあるにしても、やはりのビッグイベントがあって、心持ちとしてはワクワクしたいなっていうのがあるんですよね。そうですね、僕も決して長期的に悲観なわけではなくて、やっぱりアメリカ株は高すぎるというところになるので、株が一回下落をして高すぎなくなれば、そこから先は長期的に世界的に経済を持ち直すので、一回大きく下がった後は上昇基調を日米ともに見込んでいいと思ってるんですけどね。必要な下落なわけですね、はい、次に向かう、はい、でその必要な下落が済んだところで東京オリンピック都合よくいくかどうか分からないですけど、そうなると明るくていいかなというふうに思ってますけど、ここ株都庁も日本橋株都庁も国際金融都市を目指す上で、やはり東京オリンピックっていうビッグイベントは不可欠というふうな意味合いもあると思うんですね、まあ、東京オリンピックはなくてもありますけど、なくても、はい、株都庁が発展してほしいなと僕は思いますけど、さすが。いや最近ね2月にですね、この東京証券取引所の目の前にですね、はい、K5 というマイクロ複合施設、はい、いろんなところでメディアで取り上げられてるんですけれども、築97年の、ご存知です。もともと古いビルでしたよね。そうか、私より詳しいですよね。株都庁で働いてたこともあるのですぐ近くでしたから、はい、そうですね、2階から4階はホテル K5、はい、で地下は飲食店があるんですけど、そこではブルックリンブルワリー、ニューヨークブルックリンでこう有名なアメリカで有名な、その日本初上陸の旗艦店、日本初のお店として B というお店ができまして、はい、さっき行ってきました。行ってこられたんですか。ただ飲んでないですけどね、さすがに飲んでないですけど、店までは行ってきました。写真撮ってフェイスブックにアップしましたけど、飲んではないです。アメリカでお仕事されて住んでいらっしゃる中で、ブルックリンなんか訪れたこともありかと思うんですけど、企業の取材で行きました。そうですか、このブルックリンブルワリーっていうのはブルックリンラガーですか。美味しいんですね、やっぱね。美味しいですかなり前からもちろんニューヨークでは飲まれていて、一時はですね、JAL のターミナルでカウンターで美味しいホットドッグ食べながらブルックリンラガー の生が飲めるというところがあってしょっちゅう言ってたんですけど、そんなことをどうして知ってるんだ話ですが、で最近ねキリンさんが結構クラフトビールに力を入れていて、ヤッホーブルワリーというやっぱり日本の夜な夜なビールというのがありますけど、あそこにもキリンさんが資本参加したりとか、からブルックリンラガーとも提携してですね、で日本でブルックリンラガー最近とても買えるようになってるんですけども、それはキリンがやってるんですね。そうなんですね、そういったクラフトビール戦略というのをかなりキリンが取っていて、でその B という店は、ブルックリンラガーが本格的に飲める日本の初めてのお店ですね。初めてのお店ということで、私もちょっと行きたいなと思ってまして。あ、そうですか、今度行きましょうか。そうですね、ぜひ、ビール本当にねお詳しい、お好きです。好きです。好きって言ったらいいんですけど、詳しくは好きです。セミナー全国津々浦々やってらっしゃる中で、セミナーはもちろん好評なんですけれども、その後投資家の懇親会で、ね、セミナーより楽しい懇親会って言われて喜んでいたか悲しんでいたかよく分かんない。セミナーがそんなつまんないのかいってそんなことはないですけど、皆さんビールもお飲みになるっていう そうですね、本当に楽しい会だと思うんですけれども、株都庁に対してですね、本当に株長に関して馬渕さん詳しくていらして実はガイドできるぐらいシミュレーション されたりとかしてるんですね。株都庁で働いてたのと新川という、株都庁の隣にましてそこでも働いてたことがあって、悪いサラリーマンだったのでしょっちゅう抜け出してですね、あちこちブラブラ散歩して回ってたんですけど、そんな暇だったのかいと言われそうですが、結構ですね歴史の名所みたいなところが多いんですね、場所とか場所一門もこの辺に住んでいたとか、中心蔵で吉良幸三助を打ち倒した後に、ずっと泉岳寺まで帰るんですけど、その時に永代橋を渡ったんですね、永代橋のたもとにその赤穂浪士の一人が懇意にしている甘酒屋さんがあって、でそこに立ち寄って甘酒飲んだとかそういう話もあったりとか、そんなガイドもできた、で一度ガイドツアーをボランティアでやったこともあって、やられたんですか、実際に。やりました。で実は金融関係でも日銀が最初にできた場所って新川なんですよ。本国庁じゃないんです。じゃないんですか。そういったところとか、それからこの株都庁の取引所のすぐ近くですけど、日本最初の民間銀行ができたところですね。それはずっと経路をたどって第一勧業銀行から今みずほになってるんですけど、そういったパネルもありますね。馬渕さんはすごくお着物お似合いで、よくねこのストックボイスの番組にもお着物でね
はい、今年ちょっと出られなかったんですけど、はい、なんかねお着物着てそんなガイドをこの番組でもしていただけたらちょっといいななんて思いつつなんですけれど、はい、そんなね、まあ、そんな形で歴史もある街ですし、はい、新しい飲食店もできてますし、はい、あのそういったことで、まあ、金融でにぎわってもいいんですけ ど、うん、ど金融以外も複合的ににぎわって、でどうもおいしいところがあるらしい、歴史の名所があるらしいということで、うん、金融に縁が薄い方もお越しいただいて、あそうですね、でどうもなんか兜町って金融とか証券に関係あるところらしいよね、うんっていうことになってくれるといいと思うんですね、うん、そこで例えばIR の大きなセミナーが頻繁に開かれるとか、うん、それから投資教育の場が開かれるとか、そうするとたまたま美味しいご飯を食べようと思ってここに来たんだけど、投資教育って何だろうなとか、うん、IR って何してんだろうっていうことで関心を持っていただくと、うん、裾野が広がってとってもいいんじゃないのかなということを勝手に考えてるんですけどね。いやすごい、まるで打ち合わせをしたかのように振っていただいたんですけど、そうですか、はい、2月28日29日ここ東京証券取引所でイベントがあるんですよ。そうですか、セミナー本当にこれ打ち合わせしてなかったですよね。そうですね、この部分ね、すみませんでした。資産形成フェスタ2020、ストックボイス資産形成フェスタ2020というイベントなんですけれども、2月28日金曜日、29日土曜日、ここ東京証券取引所で開催されるということなんですね、はい、で上場企業による説明会ですとか、ブース展示による IR 企画、各種講演会などがあります。講演者も豪華でして、金融庁の遠藤長官、武者良治さん、ウェルスナビの柴山和久さん、第一生命経済研究所の熊野秀夫さん、ウェルスナビ、失礼しました、マネックスグループの松本大樹さん、そしてエコノミストの野尻聡さんなどなど、多彩なゲストによる講演などがあります。もちろんストックボイスのキャスターによる講演などもありまして、いろいろ多数ですね企画をご用意しています。入場無料なんですけれども、事前にお申し込みが必要な企画もあります。詳細やお申し込みは特設サイトをご覧ください。ストックボイスのウェブサイトにありますバナーをクリックしていただきますか、資産形成フェスタで検索していただきたいと思います。2月29日土曜日なんですけれども、午後3時から野尻聡さん、和光さんもよくお知り合いというかご存知の野尻聡さんの講演があるんですけれども、はい、これ午後3時から3時40分まで私お相手をしながら対談トークショーという形で、はい、資産活用について、あそうですか、それは参考になりそうですね、はい、させていただきますので、まずはウェブサイトに、特設サイトにアクセスをしていただいてお申し込みをしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。そうして足を運んでいただく中で、先ほど馬淵さんがお話ししてくださった兜町の良さなんかもね、そうですね、ちょっとね気づきながら、最近コンサートなんかもやってますしね、ジャズの、はい、そうですね、はい、ありますので、お店や建物ですとか、そういった橋にもそれぞれ歴史があって、由来があって面白い名前のものが多いですよね。兜町に対して鎧橋という橋があるわけです ね、なんで兜と鎧なのかって、ぜひこちらに来ていただいて、知っていただければという気がしますけど、ね、そうですね、はい、ですのでそんな楽しみ方もありつつ、はい、2月28、29日はこちらへお越しいただけたらと思います。本当にこのなんか資産形成フェスタのご紹介に至るまで馬淵さんに頼りっぱなしですいませんでした。ありがとうございました。いや、とんでもないです、勝手に喋ってるだけです、はい、またぜひ今年は楽しいそういう企画もね、何かいろいろできたらいいなと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、馬淵晴雄さんでした。ありがとうございました。 ありがとうございました。そして来週のゲストはセゾン投信の中野晴弘社長のご登場ということになります。それでは来週のこの時間まで、さようなら。